I got a gig tonight. Do you want to come? Hey, what's going on, everyone? Jun here with Hapa 英会話。今日はライブをどのように英語で表現をするのか解説をしたいと思います。皆さんはライブに行くを I'm going to a live のように表現をしていませんか？実は I'm going to a live はとても不自然な言い方で、ライブという言葉はある意味和製英語で、英語を省略した単語なんです。ということで今日はライブを表す3つの単語を皆さんに紹介したいと思います。Alright, are you guys ready? Let's get started! まずは live、ライブからスタートしましょう。live は生で演奏することを表し、日本語のライブという表現は live show、もしくは live performance を略した言い方なんです。なので、ライブに行くと言いたいときは I'm going to a live ではなく I'm going to a live show もしくは I'm going to a live performance のように表現をします。その他にも生で誰々を見る、誰々を見たと言いたいときに See someone live もしくは Watch someone live のように言います。例えば、ブルーノ・マーズをライブで見たよと言いたいときに I saw Bruno Mars live のように言います。ここでは厳密に言えば I saw Bruno Mars perform live のように perform を入れた方が正確ですが、日常会話では perform の部分を省いて I saw Bruno Mars live のように言います。I'm going to a live show tonight.Do you wanna come? 今夜ライブに行くけど、一緒に行く? I went to Sam Smith's concert and saw him live. He was amazing. サム・スミスのコンサートに行ってライブを見たよ。彼本当にすごかった。My friend's band is performing live tonight. Do you wanna go check it out? 今夜僕の友達のバンドがライブをやるんだけど、見に行かない? 次は、concert。concert は一般的な演奏会を意味し、歌手や DJ、ロックバンドからオーケストラまで、あらゆる類のミュージシャンによる音楽のイベントを表します。一般的にはメジャーなミュージシャンが大きな会場でパフォーマンスをするイメージが強いですが、プロに限らずアマチュアのミュージシャンが小さな会場でパフォーマンスする場合にも使われます。その他、コンサートは基本、有料のイメージがあり、無料のコンサートと表現をするときは Free Concert のように Concert の前に Free をつけます。 I saw your Instagram. Whose concert did you go to? インスタ見たよ。誰のコンサートに行ったの? I heard Bruno Mars is having a concert next month. We should see if we could get some tickets. Bruno Mars のコンサートは来月らしいよ。チケットが取れるか確認しようよ。 My brother's having a concert this weekend.Do you wanna come? It's a small venue, but we can get in for free. 僕のお兄ちゃんが今週末コンサートをするんだけど一緒に行く。会場はちっちゃいけど無料で入れるよ。今日最後の表現が Gig。Gig は本来バンドや歌手、DJ などが1回限りのパフォーマンスをすることを表し、特に短めのショートパフォーマンスのニュアンスがあります。例えば友達が地元のバーで何曲か演奏することになったとしましょう。そんな時に My buddy is doing a gig at a bar tonight. Do you wanna go check it out? と言うと僕の友達が地元のバーでライブをすることになったんだ。ねえ、見に行かない?といった感じになります。その他、gig は日雇いのバイトや派遣の仕事など一時的な仕事を意味する時にも使われます。例えばアメリカ人の友達が I have a teaching gig tonight と言うと1回限りの英会話レッスンが今夜あるという意味になります。 part time job の代わりに part time gig のように表現をする人もいます。 I got a gig in 新宿 tonight. You and your buddy should swing by. 今夜新宿でライブをするんだ。友達と一緒に来たら。 SorryI can't make it to dinner tonight. I have to do a speaking gig. ごめん、今夜の食事には行けない。講演会でスピーチをしないといけなくて。
That sounds like a pretty cool gig. Does it pay well? 良さそうな仕事だね。給料はいいの？英語で会話をしているときにライブをそのまんま live と言いたくなるのはすごくわかるのですが、これから日常会話では I'm going to a live ではなく、必ず I'm going to a live show もしくは I'm going to a live performance のように表現をするようにしてください。その他にも concert、 そしてもしかしたら皆さんにとって初めて聞くかもしれない gig という表現の仕方があります。 gig のポイントは1回限りのライブをする、ショートパフォーマンスをするニュアンスがありますので、単発でライブを行う場合は gig を使うようにしましょう。 gig はライブの他にも一時的な仕事をする意味としても使われますので覚えておいてください。今日の解説と例文はすべてブログに掲載していますので、内容をもう一度見直したい方は下のリンクをクリックしてください。 Thanks for watching today. You guys have an awesome day, and I will catch you again next time. Take it easy, guys. Peace.